ウーバー再開しました。雨ウーバー。まずは昼稼働を振り返ってみますと、だいたい3時間15分の稼働で12乗車5552円、違った、5522円、時給は1700円オーバーという形ですけども、まあこれ雨クエ入ってますからね。以前まででこんな感じの雨の条件だと大体時給余裕で2000円オーバーしてたと思うんで、やっぱかなり報酬減らされてる影響が出てるっていう感じがしますね。天気予報は23時過ぎまで雨ということで、まあ雨クエ終わらせたらやめるつもりではいますけれども、その間ずっと降ってるっていう感じですね。で夜も雨クエ出てまして、150円平均の12回ですね。普通の報酬の方が昼間と同じレベルだとすると、雨クエの分足して以前と同じぐらいの報酬レベルになるんじゃないかと思いますが、とりあえず様子見てみたいと思います。まあ、早速すき家高津店さんに呼ばれてるのでピックアップ向かいます。ウーバーです。はい、エガの牛丼と飲み盛り水爆牛丼のご注文です。はい、はい、お預かりします。メッセメッセ。はい、これは拒否です。はい、これも拒否ですね。はい、これも拒否します。はい、これも拒否です。まあ安いけどこれぐらいで手を打ちましょうか。お次は和食里東習志野店さん。分単価25円弱ということで、昼間よりは若干マシなレベルでしょうか。11分か、まあいいかな。はい、魚べえさんが追加になりました。まあ、さっさとアメクエ終わらせたいんでね、11分追加ぐらいであれば単価安くてもいっちゃいます。こんばんは。はい、定番九州3人前。はい、お預かりします。こんばんは。ウーバーです。お待ちください。はい。お願いします。はい。とたこ焼き。はい。お預かりします。はい。マクドナルド花見川店さんが呼んでくれました。29円ぐらいということで、まあ高めになってますけど、ショートだからっていう感じですかね。はい、行ってきます。まあ雨くやるから行っちゃっていいかな。お次はミニストップ東奈良市の5丁目店さんと和食里のダブル。分単価23円、まあダブルで23円、それぐらいでしょうね。25分ということなんで、ダブルであればアメクエどんどん削るために行ってしまいます。こんばんは、ウーバーです。天然水500、はい、極うまチキン、はい、それとポテコうま塩、はい、お預かりかな。こんばんは。ウーバーの手直し。はい、じゃあお預かりします。はい、これは当然拒否ですね。あぶね、取りそうになっちゃった。20分で2件、
安くもない。これ結構いいな。これは行きます。すごいいいね。ガスト八千代大和店さんの1点ポータブルが取れました。667円20分ということで、分単価33円超えてますね。どういうことなんでしょうか。まあ、クエスト消化にもちょうどいいですし、喜んで行かせていただきます。ウーバーの2件分で来てます。まあ行きますか。はい、カツアン八千代大和田店さんがなってくれました。分単価26円と、もうここ最近のバルウーバーさんの中ではちょっとまあもらえてる方かなということで、しかも16分と短いので、はい、雨食い削るためにどんどん行かせていただきます。びっくりドンキー八千代緑ヶ丘店さんが追加ダブルになりました。20分足されますけども、まあ、追加ダブルにしては金額が大きいですし、残りも少なくなってきたので、これどんどん行っちゃうことにします。こんばんは、ウーバーです。はい、はい、はい、じゃあお預かりしていきます。こんばんは、ウーバーです。リッチ、じゃあお預かりしていきます。はい、これも当然拒否ですよ。山本は行かないです。何、どういうこと、どういうこと。なんか画面が切り替わるんだけど、どんどん。まあいいか、これ取れるんだったら行こう。お次です。マクドナルド296八千代パルル店取れました。なぜか一度断った与那本行きの案件が再度表示されてきて、と思ってたら途中で表示がマクドナルドさんに切り替わりました。取っちゃった後にまた与那本に戻ったらどうしようと思ったんですけど、まあ大丈夫だったみたいです。分単価26円出てますね。まあ夜になって20円案件はなくなってきたのかな。こんばんは、ウーバーです。はい、こちらになります。はい、お預かりします。はい、お願いします。はい、この配達で今日の売り上げ1万円に到達しました。昼稼働と合わせますと大体5時間40分くらいでしょうか。雨笛がついてね、ずっと鳴りっぱなしでこれだけ時間かかるっていうことで、まあやっぱかなり影響出てますかね、低単価の。はい、次です。カツアン八千代大和店さん、分単価約27円。まあもう30分超えてなんてなさそうな気がしますね。はい、でこの配達で雨笛カンクリです。パッと終わりました。熟成ロース角120円。はい、じゃあお預かりしていただきます。だいたい3時間かからないくらいでアメクエカンクリ達成ですね。ずっと鳴りっぱなし。まあもちろんね、雨で注文は多いんでしょうけど、配達員が減ってるんじゃないかと思います。この報酬低下具合ですからね。それでは今日の結果報告を簡単に。昼と夜合わせて6時間20分くらいです。クエストカンクリが2回で24回乗車、12,083円、ウーバーオンリーです。
見るとね、結構立派な感じではありますけどね。ただ明日以降天気も回復して注文も少なくなるだろうって考えるとかなりゾッとしますね。まあとりあえず今日のところはこれで。で、なんでまた自賠責また遅れってどういうこと？わけがわからん。